はい、お疲れ様です。コストコ行ってきたよ。疲れた。さあ、今日はね、個人的なというか、まあプライベートで行ったもんでね、何買ったかご紹介ゆっくりできると思うよ。まずはね、これキッチンペーパー、これはね、必要だね。で、これこれなんかハイジに出てくるパン、ね、これペーターで、洗剤ね。洗剤。オリーブオイルに電池。ね、面白くないでしょ。オリーブオイル二つに、この洗剤ね。バスルック。ね、川と海を汚すよ。ね、はい、これでね、あと、なんだこれ。キュキュットのね、でかいやつ2個。ね、チキンベイクがあったんでね、うちのおかんがね、大好きなもんで、二つ、カチカチになっちゃった。ね。ほんでね、出ました AI スピーカーをコストコで買っちゃうっていうね。ねえ、さあ、これでね、ビッグデータ取られるよ。うん。ねえ、便利だけど、ビッグデータ取られるよ。ね、Google の、しもべだよ。もうね、うん。カシューナッツはうまいね。で、なんかわかんないけど、スルメ買った人いる。ほんでね、もうサンドイッチマン。ね、新しい商品が出たんで、サンドイッチ買ってきました。ねえ。食い切れっかな、これ。ほんでね、ほんとこんなわけわかんない、なんか、スノーボールメーカー。ね、なんか、これ縦にもなるね、なんか、縦になるらしいよ。こう縦をやりながらこう投げるっていうね、こうキャプテンアメリカ的な、キャプテンアメリカ的なね、みんなキャプテンアメリカになりたい。ねえ。普天間を返せ。ね。でね、パイナップルね。パイナップル。で、これ、クリ君が全部使っちゃったんでね。また買ってきたよ。またこれで遊ぼうね。でね、まあ、なんか洗剤。あ、ファブリーズだね、これ。ファブリーズ。ね。まあね、臭いからね。うん。で、あとね、これはなんか洗剤だね。で、これ、なんか屋外でなんか、アメリカっぽく光るやつ。4000円ぐらいしたけど、買っちゃいました。なんか、ぶら下げてめっちゃ光るらしいよね。うん、これ LED のやつ。ほんでね、クリ君はね、こうドリル。クリ君ドリル。まあ、めった買うことないからね、こういう機械じゃないと買うことないから。肉。ね。それから、はい。これ安かった。グレンフィディック。ん?グレンフィディック。これ2500円ぐらいだった。12年のね、デカ瓶でこの2500円安いね。やっぱ、さすがコストコ。うん。で、クニ君ご所望のね、ポテトチップビッグし、のりしよう。うん。ポテトチップスーパービッグのりしよう。で、パン。クニ君のパン。ね。から、グレープフルーツは嫁ちゃんのね。酸欠いた嫁ちゃんな、なんか酸味が欲しいらしくて。うん。はい、そしてこれ。このチョコ美味しい。このチョコ美味しい。そして海苔。ね。お得用海苔。で、ピザ残ったやつね。これ中身食い散らかしてるからちょっと汚いから見せられないけど。あとマッシュルームは絶対お買い得。そして、なんか、パイローラー。ハイローラー。ね。なんかおかんが食いてっていうか。ここで肉。うん。で、ブリね。ブリカマ。明日、ブリカマを、ね、ちょっと炙ってみようか。ね、2個買っちゃった、これ。ほんでね、クリ君がね、どうしても欲しい。ね、クリ君。ね、まあ、クリ君がね、スプラトゥーンでまた負けたようで、絶叫してますけど。さ、クリ君がね、どうしても欲しいと言ったね、ゲラカイト。ね、タコですね、ゲラカイト。うん。ね、一個でいいじゃんって言ったらね、三つ欲しいって言うんでね。まあ、彼も稼ぎあるもんだからね。稼ぎあるもんだから、まあ、三個欲しいと言ったら、まあ、三個買うよね。1500円ぐらいだからね。ね。ね、これ大興奮。ね。クイック三つ欲しいって言ったらね、もう三つ買うしかないね。
これ甘やかしてるとかじゃなくてね、これはね、彼の稼ぎだからね。ね、対価はちゃんと払います。はい。というわけで、くにくんのね、たこ揚げも近日中にお届けということでございます。はい。ざっとご紹介しました。プライベートで買ってきたコストコショッピング。ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。何がうるさいな。なんだ。イエーイ。ごめんなさい。何なんだよ。何なんだよ。うわー。